ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、三菱の車って見なくなったわね。そうか、ランサーエボリューションとかパジェロとかはまだ街で見かけるぜ。そういう車は確かに目立つけど。例えば軽自動車は、EK ワゴンや EK クロスがそうだな。あ、そうか。その車もあったわね。それにしてもなんで三菱の車の話なんだ。実は、昔のバラエティを見ていたら久々にパジェロが気になってね。ああ、最後はタワシカパジェロ、の番組か。よく残っていたな。そう、その番組よ。で、この番組を見ながら、最近、三菱の車を見ないなぁ、って思ったのよ。私はデリマルとかなんとなく好きだけどな。ああ、あれね、何気に印象に残るわよね。でも、それぐらいかな、とか。なるほどな。そのあたり、今回の話と大きく関係するぜ。え、関係あったの？ああ、今回は三菱自動車リコール隠し事件、だぜ。それは私も知っているわ。すごい大きな問題だったもの。ああ、有名だよな。この事件は2回発生していて、その結果として三菱自動車の経営は大きく傾いたんだ。それは聞きたいわ。マリサ、解説お願いできる？わかったぜ。本題に入る前にまず、リコールについて解説するぜ。そういえば、リコールってたまに聞くけど、どういうものかよくわかってないわね。そうだな、一言で言えば、設計、製造上の欠陥があると判明した場合、法令や製造者の判断で無償修理、回収、返金をすること、だぜ。ああ、そういえばパナソニックの FF 式ファンヒーターとか、ものすごく CM していたわね。そうだな。あれは経済産業大臣が、危害防止命令、として発令したリコールだな。へえ、そうなのね。まさか国の命令とは思わなかったわ。最近は国からの命令の前に製造者が自主的に回収や修理等をすることが多いぜ。実際、国からの命令が出たのはわずか3件だけなんだぜ。あら、残り2つは何なの？1つはパロマ油沸かし器で一酸化炭素中毒の死亡事故が相次いだため、国がリコールを発令したんだ。それ、かなり前に動画で話したわよね。調べたら約2年前だったぜ。月日が流れるのは早いもんだな。そうね。それで、もう1つは、残りは TDK 製の加湿器だ。長崎のグループホームでこの機器が原因とみられる火災が発生したんだ。火災が発生したことで、回収になったの。実は火災が起きる前から、TDK 側はこの加湿器を自主回収していたんだ。え？それならどうして国が回収命令を出したの？それは、メーカーが思ったよりリコール品を回収できていなかったんだ。そのため、国が早期回収に方針を変更したんだ。回収できてなかったって、どれくらいなの？国から回収命令が出たのが2013年3月。そして、10年経って2023年3月末での回収率 62.7% だぜ。それは、思ったより回収できていないわね。そうなんだ。リコールによる回収は想像以上に難しいんだ。だから、パナソニックは今でも頻繁に CM とか広告を出しているんだぜ。リコールについては分かったわ。この話は車も同じなの。そうだな。ほとんど同じだな。でもいくつか違いもあるんだ。へえ、どこが違うの？まず管轄が違うな。通常のリコールは消費者庁。車に関しては国土交通省だ。担当の省庁が違うのね。そしてリコールの仕組みの大元である法律も違うぜ。それは担当する省庁が違うなら法令も違うでしょ。リコールの根拠の法律は、一般のリコールは消費生活用製品安全法。車のリコールは道路運送車両法だぜ。法令が違うなら、定義や文面が違ったりしないの？細かくは見ていないが、結構違うんだ。この2つの法令ではリコールに関する文面が少し違うぜ。やっぱり文章も違うのね。そうなんだぜ。それじゃ、車のリコールの文面を国土交通省のホームページから引用するぜ。リコール制度とは、設計・製造過程に問題があったために、自動車メーカーが自らの判断により、国土交通大臣に事前届出を行った上で回収・修理を行い、事故・トラブルを未然に防止する制度です。どこが大事なの？普通のことにしか聞こえなかったわ。一番違うのは、自動車メーカー自らの判断により、という部分だな。つまり自ら判断で、リコールじゃない、といえば、リコールじゃないの。ああ、そうなるな。画像にもあるが、リコールとして対応するには事前に届出が必要なんだ。つまり届出がなかったら、リコールじゃない。のね、そうだぜ。
でも、不具合情報を持っていて、それが車の安全保護基準を満たしていない内容なら、後日調査が入るんだ。国からの調査が入るのね。そして国の調査の結果、不具合情報を入手しているにもかかわらず公表しなかったのが、三菱自動車リコール隠し事件、だ。こういうことは、他のメーカーではなかったの。実はあったんだ。え、あったの。例えば1999年のスバルのレガシーがリコール隠しをしていたんだ。他には2004年にトヨタ自動車でもリコール隠しが発覚したんだ。あらら、意外と多いのね。人は自分から間違ってましたと言えないのと同じで、企業も自ら欠陥品でしたとはなかなか言えないんだろうな。それはそうだけど、企業なんだからそれは言わなきゃダメでしょ。そうだな。それで死亡事故も減るんだからな。ところで、このリコール隠しを国はいつ知ったの？それについては、まず国土交通省の役割について話さないといけないぜ。役割？どういう役割があるの？国土交通省は車のリコールについて5つの役割があるんだ。5つしかないの？少なすぎない？そうでもないぞ。不具合情報の収集、分析、メーカーのリコールへの取り組み状況の調査、取り組み状況が不適切であれば指導または監査等、届け出内容が不適切であれば改善指示、メーカーが自主的にリコールを行わず、かつ、事故が頻発している場合には勧告、命令、以上の5つだぜ。質問があるんだけど、いい。OK だぜ。何が聞きたいんだ。不具合情報って、国はどこで入手するの？いいところに気づいたな。それは、ユーザーの声、だぜ。ユーザーの声、国が車のユーザーに直接聞きに行くの？いや、違うんだ。基本は車のユーザーが、車の販売店へ修理や相談や意見などを話してもらうんだ。実際は車の不調の訴えという形になるがな。販売店が車の不調を把握して、それを国へ報告するの。そうだぜ。同一の症状が頻発していたら、それはリコールとして届け出をしないといけないんだ。最近はウェブを利用して国土交通省へ直接伝えることもできるぜ。方法。ところで、不具合の判断は誰がするの？最終的には自動車メーカーだぜ。メーカーが不具合かどうか判断できるなら、隠し、が発生するのかな。それは国土交通省におけるリコールの種類と関係があるんだ。リコールの種類、さっきの5つのと違うの？違うな。さっきのは、役割、で、リコールの種類、ではないんだ。国のする役割は5つで、リコールの種類が3つなのね。そうだぜ。一つずつ解説していくぜ。お願いするわ。一つは、リコール。これは、道路運送車両の保安基準に適合していない、または適合しなくなる恐れがある状態で、その原因が設計または製作過程にあると認められるとき、に対象となるぜ。この、リコール、が、国に届け出が必要なことなのね。ああ。いつ事故が起きてもおかしくない状態なんだぜ。それは恐ろしいわ。すぐにでも修理が必要よ。そうだぜ。そして三菱自動車はこれに当たる不具合情報を隠していたんだ。それは、ダメよ。ああ、ダメだな。その話は後でするとして、今はリコールの種類の話だ。あと二つあるのよね。ああ。二つ目は、改善対策、だ。これは、リコール届出と異なり、道路運送車両の保安基準に規定はされていないが、不具合が発生した場合に安全の確保及び環境の保全上緩和できない状態であって、かつ、その原因が設計または製作過程にあると認められるとき、に対象となるぜ。つまり、届出は必要ないけど対策は必要ってこと？そうだぜ。ただ、リコールの届出、は不要だが、改善対策の届出、は提出しないといけないぜ。危険な状態、というところは変わらないからな。なんか意外と多そうね。どうだろうな。それじゃ、最後の一つは何なの？最後は、サービスキャンペーン、だ。なんか、急にフレンドリーな名前になったわね。これは、リコール、や、改善対策、以外の不具合を自動車が自主的に行うことだぜ。リコールと一口に言っても何種類も対策があるのね。そうだぜ。ちなみに令和5年で国土交通省に提出されたリコール、総数は約130件だぜ。そんなに多いの？ああ。その中には日本車も海外車もショベルカーもバイクも入ってるからな。ということは、この制度はかなり機能しているんじゃないの？ああ、していると思うぜ。でも、制度を世に知らしめたのが三菱自動車のリコール隠し事件、なんだ。ようやく、本題の話ね。ああ。車のリコールについてどうしても先に話しておかないといけなかったからな。
今から本題の解説に入るぜ。頼むわね。さて、三菱自動車リコール隠し事件、だが、これは2000年7月6日に発覚した事件なんだ。乗用車部門とトラック、バス部門で発生したんだ。確か2回発生したのよね。ああ。2回目は2004年に発生したんだ。再度リコール隠しが発覚したことで三菱自動車の信頼を大きく失うことになったんだ。1回のリコールでもかなり大事件なのに、それを2回もやってしまったのね。そうだぜ。1977年から2000年までの23年間で10車種以上の車のリコールを届けていなかったんだ。おいおい、なんというか規模が違うわね。ああ、規模も年数も桁違いだぜ。どれだけの車が対象になったの？乗用車系で6件、約45万9千台。トラックで3件、約5万5千台だ。その他の車両も合わせて総計18件、約69万台が対象になったんだ。なんというのか。23年の歴史を感じるわ。そしてこれが判明したのは、実は内部告発なんだぜ。内部告発だったの？三菱自動車内でも、このことで悩んでいた人がいたのかしら。どうだろうな。社内トラブルの仕返しの可能性もあるな。何せ非常に詳細な内容だったからな。詳細な内容、どういうことなの？ああ。この告発には、社内のどこを調べればいいか、が非常に細かくかつ具体的な内容だったんだ。例が欲しいわ。そうだな。品質保証部のロッカーを調べろ。本社の情報とこの人の情報を調べろ、などだな。本当に具体的ね。よっぽどこの件に関して詳しい人の告発だったのね。それで国土交通省が調査して、リコール隠しが判明したんだ。そこまで詳細な情報があったからわかったのね。普通なら23年も隠していた内容なんて見つけられないわよ。ちなみに当時は国土交通省でなく運輸省なんだが、この動画では国土交通省で統一するぜ。省庁は何度か変遷しているものね。それだけで動画が作れそうだわ。話を戻すぜ。この時、二つのことが追加でわかったんだ。二つのこと？どういうことがわかったの？一つは三菱自動車がユーザーからの指摘情報を内容別に国土交通省に報告する情報と自社で隠蔽する情報に分けていたんだ。何それ？なんでそんなことしてたの？隠蔽しないといけないほど、重大な内容、を仕分けするためだぜ。そんなことしたら、より一層会社の信頼を落とすわよ。実際、バレてしまい会社の信頼は地に落ちたんだがな。そうだったわね。それで、重大な情報、を三菱自動車はどうしていたの？この情報は国土交通省に届けず、三菱自動車が直接ユーザーに連絡して修理する、や未回収、で対応していたんだ。国に届け出しなかったとはいえ、ユーザーには回収対応はしていたのね。そうなるとユーザーも気づきにくいわね。闇回収は中古車とかで購入したなら、三菱自動車から連絡できないんだ。つまり全てに対応はできないんだぜ。それはそうね。三菱自動車は自分で販売したものしかデータは持っていないはずだもの。それに普通のユーザーなら自分の車にリコールがあったかどうかなんて、報道がない限り調べないからな。そうね。自分の車がちゃんと動けば問題なし、としているユーザーが多いと思うわ。私もそう思うぜ。だからこそ23年もリコール隠しができたんだとも言えるぜ。でも闇回収だけじゃ限界があるでしょ。事故は発生していなかったの？実際、発生しているぜ。2000年6月に熊本市内でブレーキの欠陥でパジェロがワゴン車に追突したんだ。やっぱり事故が起きてるじゃない。この事故とリコール隠しの件を含めて当時の社長が引責辞任をしたんだ。それは、そうなるでしょ。辞任で済む問題じゃないとは思うけど。そうだな。8月には警察の家宅捜索があったんだ。翌年、国土交通省の立ち入り検査でリコール情報を隠した、として書類送検されたんだ。最終的に罰金刑となったんだぜ。内容に対して刑事罰が軽いような気がするわ。ちなみに熊本市内での事故もリコール隠しが原因として、罰金刑になっているぜ。あ、そっちは別で実刑になったのね。国土交通省の立ち入り検査で判明した数が最初に言った台数だ。確か18件、約69万台ね。実はこの時国土交通省の立ち入り検査で調査したのは1998年からの情報で、それ以前から分かっていた情報は調査しなかったんだ。つまり、2年分だけで分かった情報でこれだけのリコール隠しがあったのね。そうだぜ。しかも、国土交通省の立ち入り調査は2回あったんだが、2回とも虚偽の報告をしているんだ。
立ち入り調査でも虚偽の報告をしていたの。そうだぜ。そして、2年分しか調べなかったことのツケが4年後に発生するんだ。2回目のリコール隠しね。ああ、そうだぜ。これは2件の人身事故にも絡んでくるんだ。人身事故？しかも2件も？マリサ、解説をお願いできる。わかったぜ。2回目のリコール隠しは2004年に発覚したんだ。リコール対象者は、前回のリコール隠しを超える74万台だ。そんなに隠されていたの？ああ、そうだ。今回のリコール隠しには重要な点がいくつかあるんだ。へえ、どんなの？まず一つ目は三菱自動車のトラック、バス部門が子会社として分社化したんだ。社名は三菱扶桑トラック、バス株式会社、だぜ。なんか、そのまんまね。まんまだよな。この動画では名前を省略して三菱扶桑、とするぜ。わかったわ。三菱扶桑も1回目のリコール隠しの影響を受けたのかしら。1回目のリコールの時は、販売台数に影響があまりなかったんだぜ。なんと、トラック、バス部門で国内トップの成績を残していたんだ。へえ、珍しいわね。営業担当がやり手だったのかしら。トラック、バスの販売ルートが法人営業が多かったからな。その影響だと言われているぜ。それなら、売上を確保できていた部署なのになんで子会社化したのかしら。それはわからないな。最終的に三菱自動車は三菱扶桑の株をすべて売却したんだ。となると、三菱扶桑は三菱自動車の子会社から独立した会社になったのね。株式は他の三菱グループの企業に売却されたから、グループ会社ではあるんだがな。子会社からは脱却したぜ。それで、なんで三菱扶桑が重要なの？それは、三菱自動車時代のリコール隠しを三菱扶桑が引き継いだ、からなんだぜ。となると、次に国の調査を受けるのは、ああ、三菱扶桑なんだ。そこから2回目のリコールが暴かれていくのね。それともう一つ。二つの死亡事故が発生したんだ。横浜母子三人死傷事故、と山口トラック運転手死亡事故、だ。死亡事故が二つも発生していたのね。ああ、リコール情報がちゃんと伝わっていれば、防げた事故なんだぜ。これら二つの事故をきっかけにして、2回目のリコール隠しが暴かれるんだ。なるほどね。それじゃ、横浜母子三人死傷事故の方から解説をお願いするわ。わかったぜ。この事故は2002年1月10日に横浜市で発生した事故だ。トラックのタイヤが脱輪して転がり、ベビーカーを押して歩いていた母子に直撃したんだ。その話どこかで聞いたことあるわよ。そして、子供は手足に軽傷を受けただけで済んだが、母親はタイヤ直撃を受け頭を強く打ち、亡くなってしまったんだ。やっぱり聞いたことあるわ。これ、空飛ぶタイヤ、でしょ？そうだぜ。空飛ぶタイヤ、はこの事件をベースにしてるんだぜ。私は映画が好きだったな。私は小説の方が好きだな。話を戻して、この事件は発生当初からずっと三菱自動車は、ユーザー側の不備、と言っていたんだ。ユーザー？この場合はトラックを運転していた会社ね。実際はユーザーの不備ではなく三菱自動車の問題だったんだ。問題って確か一部のパーツに不具合があったのよね。そうだぜ。三菱自動車製のハブと呼ばれる部品は他社より薄く、また金属疲労で破断しやすい構造だったんだ。つまり壊れやすい部品を使用していたのね。そうだ。これは1996年から三菱自動車は不備があると認識していたんだ。ええ。問題があると分かっていたのに放置していたの？ああ。三菱扶桑は、この問題を国土交通省に届けず、闇回収、を続けていたんだ。でも、前回のリコールの時に分かったんじゃないの？前回のリコールの時は、1998年まで、のを調べたんだぜ。ああ。そうか、今回の件は調査対象外だったのね。正解だ。そして2004年に三菱扶桑はこの件を認めて、国土交通省にリコールの届け出をしたんだ。また、この件で当時の社長たちが逮捕されているぜ。認めるまでにドラマがあったんでしょうね。あったと思うぜ。というか、ドラマにも小説にもなっているじゃないか。確かにそうね。それであともう一つの事故は、どういう事故だったの？もう一つの山口トラック運転手死亡事故は2002年10月19日に山口県周南市で発生したんだ。横浜の事故の9ヶ月後なのね。そうだぜ。この事故の概要はこうだ。まず山口県の運送会社の三菱自動車製トラックが高速道路を通行中の料金所を減速せず通過してしまうんだ。それってかなり危険な運転じゃないの？
後で話すが、おそらくブレーキが破損していたと思われるぜ。そしてトラックは中央分離帯を乗り越え、道路脇にあった歩行者用地下道の入り口付近の構造物にぶつかってしまったんだ。中央分離帯を乗り越えるなんて、かなりのスピードがないとできないわよ。そうなってしまうほど減速できなかったんだな。そして、運転手は死亡したぜ。うっわ、でも、これだけ聞くと悲惨な事故としか思わないけど、警察はトラックの運転手が車の異常を感じ点検のために高速道路を降りようとしたという方針で捜査をしていたんだ。ふむふむ。それで何かわかったの？現場検証でトラックから落ちたプロペラシャフトが発見されたが、当時は原因不明のまま終了してしまったんだ。運転手は死亡しているが被疑者として送検されたんだぜ。え？原因不明のまま終了してしまったの？その後どうなったの？2004年に山口地方検察庁が事故は構造的な欠陥を抱えていたプロペラシャフトが破断し、それがブレーキ系統を破壊したことによって引き起こされた、として不起訴にしているぜ。そうなると、運転手が原因で事故を起こしたわけではないと判断されたのね。ああ、そうだ。その後2003年10月と2004年1月、三菱扶桑に神奈川県警が家宅捜索をするんだ。ここで、リコール隠しが発覚するのね。正確には2004年3月だ。2回目のリコール隠しは自動車業界や社会に大きな影響を与えたんだぜ。具体的にはどういう影響があったの？三菱自動車の信用がガタ落ちしたのと、自動車業界のリコール届出数が急に増えたことだな。まあ、これだけの大事件が起きたら他の自動車会社も、自社のリコール対策をするわよ。実は大きいリコール隠しは他の自動車会社もしているんだ。え、どこの自動車会社なの？まず1996年にスバルのレガシーで事故が発生したことをきっかけにリコール隠しが発覚したんだ。え、三菱自動車より前に発生してるじゃない？次はトヨタ自動車だ。1988年から行われていたリコール隠しが2004年に発覚したんだ。自動車業界最大手もリコール隠しをしてたのね。他にもいくつかあるんだが、今回はこのあたりで一度締めるぜ。わかったわ。それじゃ最後にまとめに入るわね。今回は三菱自動車リコール隠し事件について話してきたぜ。2回のリコール隠しと人身事故があったんだもの。社会的にも自動車業界も大問題だったわね。刑事事件にもなっているし、三菱自動車の経営体質も厳しく問われたんだ。そういえば、他にもこのリコール隠し事件で話したいことってあったの？後半はかなり駆け足で話してきたからな。できれば、ハブの説明はもっとしっかりしたかったぜ。技術的なことが増えるのは勘弁してほしいわ。そうか。残念だぜ。それじゃ、この動画はこの辺で終了するぜ。わかったわ。この動画を最後まで見てくれてありがとうね。できれば、高評価とチャンネル登録をお願いするわ。メンバーシップの登録もお願いしたいぜ。そして、最後に、過去に起きた悲惨な事故や事件を紹介するだけでなく、将来の不安を少なくするために、お金と投資について学ぶサブチャンネルも始めたので、ぜひこちらもチェックしてみてくれよな。抜け目ないわね。私も、ゆっくりお金の学校、でしっかり勉強していくから、チャンネル登録で応援してくれると嬉しいわ。それじゃ、最後に、ご視聴ありがとうございました。